こんにちは。結婚式場アニベルセルの早野と申します。さて今回は結婚式でゲストが気をつけるべきマナー5選といった内容でご紹介をしていきます。それでは早速行ってみましょう。まず1点目です。招待状はなるべく早めにお返事をしましょう。招待状は受け取ってから2-3日以内、遅くても1週間以内にはお返事をするようにしてください。結婚式の日にちが遠いのでまだ先の予定はわからないという方もいらっしゃるかと思いますが、その場合はご事情も合わせてご新郎ご新婦に事前に連絡をしておくようにしましょう。続いて2点目です。ご祝儀袋は福さに包んで持っていくようにしましょう。福さはご祝儀袋にシワがついてしまったり水引きが崩れたりすることを防ぐ目的で使われます。お祝いの場ですので綺麗な状態でお二人にはお祝いを届けたいですよね。相手への思いやりの気持ちを表すためにもご祝儀袋は福さに包んで持っていくようにしましょう。続いて3点目です。当日の遅刻や欠席の連絡は結婚式場にしましょう。当日やむを得ず遅刻や欠席をしてしまう場合は知り合いであるご新郎ご新婦に連絡をしたいところですが、会場に連絡をするようにしましょう。結婚式当日のご新郎ご新婦は準備やリハーサルで忙しいのですぐに連絡を見ることができないためです。遅刻をして会場に着いたらすぐに会場のスタッフにお声掛けをしてくださいね。スタッフが結婚式の進行状況を見ながら会場にご案内をさせていただいております。続いて4点目です。お食事はマナーを事前にチェックするようにしましょう。結婚式のお食事で一般的なのはフレンチ、和食、イタリアン、中華などですが、それぞれにマナーがあります。例えばフレンチではカトラリーを外側から使用してお食事が済んだら右側に寄せておくなどは一般的ですよね。普段のお食事とは異なりますので、もし不安な場合は一度調べておくことで安心してお食事を召し上がることができます。最後に5点目です。これは本当に大事なことです。結婚式のお食事中はテーブルが一緒の方とコミュニケーションを取ったり、結婚式や披露宴の進行を気にかけて行動するようにしましょう。結婚式は普段のご友人とのお食事会とは異なる場です。一緒にお食事する皆さんに配慮の気持ちを持って過ごすことを意識しましょう。また披露宴の中で写真撮影や余興を行う場合もあります。間もなく自分のテーブルにご新郎ご新婦がお写真を撮りに来てくれそうっていうタイミングでお席を外してしまうと、そのテーブルだけ撮影待ちになってしまうこともありますので、ご事情にもよりますが進行も気にかけつつ行動ができるととっても素敵です。いかがだったでしょうか。今回はゲストが結婚式で気をつけるべきマナー5選をご紹介させていただきました。いろいろとご紹介をさせていただきましたが、あくまでマナーですので一番大事なのはご新郎ご新婦やゲストの皆様を思いやるその気持ちです。ぜひ結婚式当日皆さんで気持ちよく過ごせるように配慮することを心がけてくださいね。このチャンネルではこのような形で結婚や結婚式に関する情報を発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またアニベルセルではおもってマガジンというウェブマガジンで結婚やカップルに役立つ情報を配信しております。概要欄に URL がありますので、ぜひそちらもチェックしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。